どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。ということで、まあ、皆様にはわからない間違いをたくさんしてしまいました。はい、ですね。
どうしようかしら。時間の方がよくわからないんですけども、一応大丈夫ですか。じゃあですね、私の若かりし頃の恋愛の歌をちょっと一曲歌いたいなと思います。もうちょっと今はあまりね、こんな気持ちにはなれないんですけども。うわね、一応実はということで反応していただいてありがとうございます。それがあるとのないのとでは全然盛り上がりできない。死ぬまで会うことのないあなたへ。やけに悲しかったわ。
ありがとうございます。大人の曲だね。本当に結婚前に作った曲だね。もう50年ぐらい前にね。全然笑わないじゃん。ちょっと笑ってよ。聞いてよちゃんと、うん、ありがとう。本当っぽくガラッと変わりましたよね。ガラッと変わります。この中で、青ネギ嫌いな人、あ、みんなみんな、おいしいよ。ちょっと白いとこもある。あ、みんな結構ね、風邪ひいた時とかネギ味噌とかね、まあ本当にじゃあ良かったですね。そう、ネギ嫌いな方にとってはちょっとネギでいっちゃいますか。うるさくても、うるさいもん。それでですね、あの私の主人の実家はあの農家をやってまして、年に1回ネギの季節にね、あのネギを送ってきてくれるんですけども、まるであの八百屋のにおろす時のようにドラッともう50本ぐらいバーッと送ってくるんですね。でもう何年もそれ続いてるんですけども、あの一番最初に送ってきた時はもうあまりにもびっくりして、あのまあ今日はいいですよね、味噌でもつけて焼けばいいんだし、明日は鍋にすればいいんだし、だけどその後どうするのと思った時に、あのとりあえずはもうみじん切り、もう千切り、小口切り、白髪ネギ、乱切りみたいな感じで、あと全部ジップロックに分けて、冷凍しました。で、一応主婦25年やってる。それで、玉ねぎ、普通生涙が出るのは玉ねぎですよね、ママね、もう刻めばね、なんかボロボロと出るのが、まあ、辛みなんですけど、ゆっくりと切ると実は涙が出ないそうなんですね。でもあの長い方のネギはゆっくり切るわけにいかないよね、ちっちゃいから。ごめんね、どういうことですか。そんなことでね、その50本以上のネギを一生懸命切ってると切ってたらもう目が腫れ上がってしまったんですね。その時にブログを書きまして、写真とともに、でちょっと最近もう恋愛もしてないので、あの歌詞ができないので、そのブログからに単なる曲を作ってみたっていう。すごい前置きが長かったんですけども、まあ、あのちょっと恋愛仕立てにイメージをして聞いていただきたい。一番は私のつぶやき、そして2番はネギのつぶやきと思って聞いていただければなと思います。一応ガラパゴスなんですね。あのチューナー使ってるね。あ、そうそうそう、そう、このチューナーはですね、よくわかんないけど価値あるものらしいです。曲1曲分ぐらい喋ってしまいましたけれども、お疲れ様でした。甘く辛く
白な心もグリーンな気持ち、カレーの歌とか、ね、今みたいなネギの歌とか、本当は今日歌おうと思ってたね、フレーズバイキングの歌とかね。歌ってよ。うん？歌ってよ。いいんですか？19分ぐらいしか経ってない。あ、本当？じゃあ歌えるかな？じゃあ。歌ってもいいですか？いいよ、全然。今日は会ってないようなモンスターですか？ガラパゴスだしね。そう、ね、意味が俺もよくわかんない日本だけで通用するでもガラパゴスってあれだよね、すごく優越な秀逸なものなんだけど、周りからあんまり評価されないっていう、秀逸すぎて固有になっちゃった固有になっちゃった要は日本固有のものっていう意味があるね。じゃあみんなそういう今日は人たちの集まりというふうに解釈してよろしいんでしょうか。ちなみにタイトルつけた後に俺意味調べた調べてから書けよということで、つくもりしてたよ片手にするのかな、あんまり言うとこういう人にはならないようにって言われるんで涼しく。一期一会っていう曲で、あと10分ぐらいありますか？じゃあちょっと2番だけね、1番飛ばしよう。2番か。色とりどりの
暗いけど怖いけど必ず
そう。